千金。どうも様、奥チャンネルだー。今回なんですけども、ワンニャースクラッチでございます。で、はい、今回なんですが、こちらでございます。ワンニャンスクラッチ、なんかご無沙汰の雰囲気ですね。ちょっと近いな。はい。で、今回なんですけども、ワンニャンスクラッチ、シンガプーララッキートライアルでございます。ちょっと、猫の名前がね、僕はあんまりわからないんですけど、シンガプーラ。めっちゃ綺麗な猫ですよね、これね。はい。で、一応今回こちらなんですが、まあ基本、例のごとくなんですが、全部削りましょうね、と。で、かつ、この中から、ラッキーマークに出た絵柄と同じ絵柄がどこかに1個出れば当たりで、その左に書かれた金額が当選金となりますということなんですけど、まあ要はここに、削るじゃないですか。で、何かしらマーク出ると。で、ここ削ってって、そのマークの隣に何等ですって書いてあるので、それの通りになると。で、うまいこといけば1等500万円。で、2等が10万円。3等が1万円。4等が2000円。5等が200円となっております。で、一応今回こちらなんですが、998回の全国一宝くじでございまして、300万通り6億円、使われておりますと。で、1等に関しましては、全国の中で12本だよと。だから全国に12本なので、めっちゃしんどいぞというところですね。で、4等は2000円になっているので、まあこれ当てれば、まあトントンまで持ってこれますねと。で、一応まあ最低保証を見ていると、こちら3枚ですね。出てきますよと。10枚袋買えばね、出てくるよというものでございます。まあ最近ちょっとね、このタイプに関しましては、まあ5等の見直しが行われて、まあ要はトントンまで持ってこれるから10枚買った方が得だよっていう、まあ販売施策だと思えば分かりやすい話ですよね。はい。なのでまあとにかくね、ワンニャンスクラッチでもやっぱ1等取りたいなっていうところがあるので、まあそこね、しっかり取りに行きたいなと思います。では早速ですね、削っていきたいと思います。一攫千金。はい、行きます。まずは、どうだろうか。ラッキーマークいきますか。ひとまずね。はい。こっちの方が面白い。はい。この、よくわからないトンネルです。トンネルが出たらいいよということで。いきます!おい、かいかいかい。ちょっと待って。怖いって。これトンネル出たんじゃねと思っちゃうぐらいですね。はい。ちょっと斜めに削った方が楽なんですよ、これ、ね。はい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 。上はないか。上はないか。はい、上はないね。はい。いきます!おら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 きついって無理無理無理まあでも3枚あるんでまだ気は楽ですね。やっぱねきついんですよね。最低保証1の、仮に5等が当たったとしても4等が当たったとしてもなんか嬉しくないっていうねところですね。はい、いきます。ラッキーマーク、お皿でございます。はい、いきます。これちょっとね、削りが重いっすね。重い。めっちゃ重いわ。やばい。やばいよ、これ。あ、来た来た来た。ちょっと待って。嘘だろ?あ、行きますっていうの忘れたんですけど、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。2000円あがっしゃっしゃこれでペーペーです。プラマイゼロまでは持ってきたと。はい、ありがとうございます。やばいな、嬉しいな。2000円ですよ、2000円。これどうなってんだろう。わからないけど。いや、早めにこうなったらめちゃくちゃリラックスムードなんですけど。あとだから、3枚出るわけじゃないですか。なので、普通に考えたら、だってプラスじゃないっていう2600円ってことでしょ、僕。だから600円プラスまで来たなっていう。あー、これは嬉しいな、めっちゃ嬉しい。はい、いきます。いや、まあ、とはいえですよ。リラックスはしているんですが、やっぱり、高額当選取りたいんでね。目指していきたいなと。いきます!おいおいおい、期待しちゃうな、これ。ボールですよね。いや、ボールってこれ2つあるの?これ毛玉か。これはボールか。ややこしいな。はい。いきます!なはは!期待してしまった。期待してしまった。なんか一回でいいんで、全部当たりってやつを作りたいんですよね。なんかそう、わかんないですよ。これ法的にいいかどうかわかんないですけど、例えばですけど、僕が適当に買いますと。で、10個パックにしますと。あげますっていうのをやってもいいんだったら、そのプレゼント企画的にやっても面白いよねとは思っているんですけど、ちょっと法律上の問題とかがあったりするんで、
と難しいと思うんですが、そういうその奥チャンネルパックみたいな、うん、別にあの当たり入ってますよっていう前提とかじゃなくてね、そういうのはあっても面白いですよね。ね、本当に。はい。では行きます。ラッキーマーク見よう。そういうのちょっとやりたいですよね。あの、新しいなんかその楽しんでいただくっていうところで、まあ、かといってもちろん僕のせいにね、当たれなかったじゃないですか。いや、わからんからって。仮にじゃあ一等入ってました。ありがとうございます。いやいや、俺が買ったやつやん、みたいな。思いつつね。まあ、とはいえでもやっぱりその一等を当てる、あの、これね、そう、本当思うんですけど、あの、一等当てたことない人の方が多分多いと思うんですよ。だからその感覚味わってほしいな、みたいなのは、やっぱ正直ありますよ。それはちょっとなんかお伝えしていきたいなって、そのところですよね。はい、いきます。そういうの作らせてくれないのかな、ダメなのかな。まあダメなんでしょうけどね。リボン、はい、リボンはない。はい、いきます。来い、そろそろ来るだろ、普通に考えたら来るだろ、来るのかい。本当に3枚だよね、斉藤翔、間違ってないよね、僕計算。いや確かそう、枚数的にはそうなってるはずなんだ、はずなんだよ。はい、そう、はずなんだ。でも当たってないんだ。なんでなんだ。あ、ごめんなさい。ちょっと待って。違うわ。これ200円やん。うざ。間違ってるやん。200円やん。マジか。マジか。マジだ。はい。すいません。いきます。ちょっと最近ね、本当に目が悪くなってきて、このカメラモニターで見たら、ちょっと見えないんですよ。で、これ別にメガネしてるんですけど、これ伊達で、だから裸眼でこっちから見ないといけなくて、ちょっと見落としました。完全に見落としましたね。ごめんなさい。すいません。200円でした。すいません。しょうもな。しょうもなっていう。はい、いきます。200円?いやいやいや、嘘から出た誠で出してよ。え?あ、違うよね。びっくりした。これ、ほんとややこしいわ。これ。はい。いきます!ちょっと待ってくれよ。まだ1枚ですって。まだ。はい。まだ1枚ですって。ちょっと厳しいよな。はい。いきます!いやー、期待感がな。期待感があるんだよな。はい。あー、間違った。ラッキーマン削ってない。まあ、先行くか、じゃあ。ラッキーマーク、あ、なるほど。これ、違う、これ来そうじゃない?これ来そうじゃない?まあ、多分ボール来ると思うんですよ。おそらく。まあ、意外に来ても面白いよねっていう。はい、じゃあ最後です。いきます。いきます。いや、来るのかーい。ちょっと待ってくれ。きついわ。きつい。ちょっときついぞ。あと残り4枚ですね。はい。いきます。ラッキーマーク。これ言ってから削んねえとやっちゃうわ。間違っちゃう。はい、トンネルですね。これどうだろう、真ん中から削ります。いや、一緒か。いや、真ん中な。はい、真ん中。とりあえず真ん中削って。いや、そこで出ても面白いんですけどね。はい。これやばいですね。10万円。10万円当てたいなー。はい、では、いきます。トンネルはないな。ない。はい、こちら。いけ。来い、2000円、マジで。ちょっと待って、ほんまにこれ、最低保証3枚ですか?ちょっとごめんなさい、これ外れです。ちょっとごめんなさい、ちゃんと見る。3枚ですね。3枚ですね。何なんだ?全然出ないし、見間違えたし、最悪。最悪。わ、気分めいるなぁ。なんかやだなぁ。全然外れてるよなぁ。はい、いきます。ラッキーマーク。猫です。猫。猫ですね。はい。いきます!猫は一等とかの可能性高くない?絵柄的に高くない?いい感じ高くない?と思っているんだが、まさか6等とかないよね。はい。いきます!あら6等。そう来たか。いや、ほんとそう来たかだよ。ありがとうございます。とりあえず、まあ、当たり当たりですから。ありがとうございます。これで、だから、やっと400円ですかね。さっきのちょっと僕、見間違えなかったら、わぁ、言ってたのになんか、こう、すげえショック。こう、嘘が出た、誠で出てほしいよね。そうなったら面白いよね。はい、いきます。毛玉ですね。毛玉とボールややこしいんでね。見間違えないようにというとこです。いきます。
おい、ボールな、ほらな、やっぱそうじゃん、配備してくるよね、ここで遊んでくるんだっていう感じですよね。いや欲しいな、出したいな。いや10万でもいいですけどね、全然。はい、いきます。ほら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 、来た、ありがとうございます、200、ありがとうございます、ありがとうございます。よし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 、最後なんだよな、ここでちょっと2000円出れば、ちょっとさっきのあの本当見間違えと申し訳ないです、自分でよくちゃんと気づいたなと思ったんです。あれおかしいなと思って見たら、いえちゃうやんみたいな、結構あるんですよねこれね。はい、じゃあ最後行きましょう、いきます、ラッキーマークからだ。お、リボンか、なんかリボンって情けなんだよな。真ん中行きます。はい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 、まあ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 、ひとまずひとまずですね、ひとまずですね。はい、じゃあいきますか。はい、いきます、リボン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 、なんかワンニャンスクラッチはちょっと出る気しないんだよね。